化粧は化粧で化粧、気を装うことによって初めて気が笑えるっていう意味なんです。まあ、これはどういうことかっていうと、その一番上は江戸時代に遡るんですけども、化粧のことを毛わいって言ってる時代があるんですよ。毛わい、気配することがいわゆる毛わいである、イコール気配りであってという素敵な文化なんですね。でその下に4つの、メイク、コミュニケーションメイクの考え方があるんですけども、まず1つ目が、今日会えるのは自分のメイクを自信をつけるということになります。これ自分と自分をコミュニケーションするということです。これ分かりやすいですね。まあ、例えば20代の頃の自分の肌も変わってきたけども、あの時のもっとこう若々しいメイクを50代に来てもやりたいっていうのありますよね。でそれも自分 の, その過去にコミュニケーションして、そこに自分を作って、まあ、自信とか楽しみとか作っていくということです。これは何を感じるかというと、60、70とか老人ホームとか行ったおばあちゃんにメイクしても、すっごい喜んでるんですよ。自分の方が、私もこの時あったわみたいな、ね、そこってすごくその脳が活性しますから、まあ、そういうのを、まあ、リハビリ的に、ね、取り入れてます。で2番目がですね、今度相手です。先ほどプライベートのっていうお話しましたよね。仕事の時とプライベート、プライベートの時に例えば異性に対してどんなメイクしたらいい好かれるかって知っておくと、なんて、分かるのよ僕の好みのメイクはってなるわけです。でも大概の女性の方は自分の自分なんですよ。自分が良かったらいいと思うんですよ。だから男性とのギャップがあるんですね。これが、まあ、いわゆるその2番目のコミュニケーションメイクです。はい、で3つ目は今度職場っていうことですね。まあ、家庭があれば、まあ、家庭が一番多いですね。家庭であれば今度子供さんも行きますね。参観日行くときに考えますよね。ある程度社会的なメイクってなりますよね。お葬式行くとき考えますよね。だそういういろんな TPO に応じたメイクを考えていくということですね。これは職場でいう働くメイクってやつ。働くメイクっていうのはちょっとこうすごく奥深くって、誰でも収入を得たいとか皆さん思ってるし、やっぱりお役に立ちたいっていうのがあると思うんですけども、基本的にどんな仕事もですね、これができてない人は、これ普通に働くって書いてるんですけど、人が動くっていうだけなんですよ。で人が動いたことによって周りを、まあ家を苦にしてる場合ありますよ、ね、成果が並ぶ場合あります。で働くっていう、働かれると昔言いましたね、働くのにならないようにしなかったですね。だからこの働くはですね、僕はいつもこういうんですよ。旗を楽にしましょう。旗を楽にするような働き方をすれば、必ずその人は重宝がられるし、こんな今不景気であったとしても、この人だけはやっぱり成果があるとかね、周りに喜んでいただける、こういうことです。で、こういうメイクしましょうっていうのが、これ働くメイクなんですよ。それが3番目なんです。で、まあ、4つ目はちょっとこれ男性と女性のメイク、企業研修なんかでよく使うんですけど、まあ、男性の管理職の方が女性の顔をこうメイクの傾向を見て、まあ、どういうふうにお声掛けしたらいいかとか、まあ、ちょっとこれ奥深い、今日は全ては話できませんけどね、はい、まあ、ちょっと概要だけ分かっていただけたらいいかと思います。